はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回アイシールド21から、王城ホワイトナイツの性格無比なし霊刀、高見一郎について見ていきたいと思います。今日はメガネ先輩か。このキャラクターは昼間のごとく王城の裏エース的な存在であり、最後の最後まで素晴らしい役目を担い、王城メンバーにはなくてはならないキャラとなっていました。特に桜庭の人生に何度も大きく影響を与えるほど、そんな目覚ましい活躍があったのか？気になるところだね。それでは早速見ていきましょう。よろしくお願いします。高見一郎、身長194センチ、体重83キロ、背番号3、9月14日生まれ、血液型 A 型、40ヤード走6秒から5秒65、ベンチプレス85キロ、ポジションはクォーターバック、王城高校3年、王城の司令塔、メガネをかけているオールバックの男で正確なパスと豊富なデータを駆使し、庄司の右腕として活躍。作中屈指の常識人でそのため桜庭とツッコミを担当していましたが、大田原や怒りに関しては的外れなツッコミもありました。頭いいやつはツッコミ担当ばっかりだな。同級生や後輩だけではなく、監督の将軍にも人望があり、各部活に必ず一人いるような優しい先輩で、年下の少年にも面倒見が良くて慕われています。いい先輩なんだね。初期の頃はあまり腹黒くありませんでしたが、昼間の影響からかだんだん腹黒くなっていき、物語が進むにつれてメガネをクイクイするのが似合う黒高みになっていきました。昼間曰く、こすくて諦めの悪いところが自分と似ているとのこと。だんだん昼間に似てきちゃったのか。長身の桜庭に期待を寄せ、桜庭に頼まれて練習終了後に二人で特訓して編み出した。お互いの長所を生かしたエベレストパスは王城の新たな武器となっていました。同級生で6年間食らい続けていたのか、大田原のヘで気絶することはなく、焼肉屋や王城高校文化祭での昼間の誘導尋問をものともしないなど、精神的に強靭な部分も見せていました。交通事故で足の大怪我を負ったことがあり、足を悪くしたことを理由に外科医を目指していました。続いては、作中の活躍について見ていきたいと思います。高見の過去。高見は小学生のタッチフットの頃からクォーターバック一筋で、強豪である王城ホワイトナイツでもクォーターバックを志望していましたが、40ヤード走のタイムが悪く、将軍に呼ばれ、仲間に守られて投げるだけでなく、状況を見て移動して投げたり自ら切り込んだりすることが求められる。現代型のクォーターバックにはなることができないため、お前の足ではクォーターバックは無理と告げられてしまいます。いきなりエグい宣告。高見の足が遅い理由は幼い頃の交通事故によるもので、努力するだけではどうにもならない壁にぶち当たっていました。なるほど。実際の40ヤード走は6秒04であり、周りから諦めの悪いやつと呼ばれても、クォーターバックになることを決して諦めず、脚力以外の武器を磨き続け、4年後、努力がついに実りクォーターバックのレギュラーの座をつかみ取っていました。素晴らしい。そんな高見の努力する姿を見ていたチームメイトからも信頼を得ており、王城ホワイトナイツのまとめ役を担うことにもなります。ここまでが高見の過去になります。高校3年生の春大会にてデーモンデビルバッツと対戦、得点を許したものの、下馬評通りに勝利することはできましたが、黄金世代が引退していたため、続く試合は苦戦しながら勝ち進んでいました。関東大会ではエースアボンのいない新竜ジナーガに惨敗してしまいます。一流選手の多いナーガを前に、唖然としていました。夏合宿では遭難した新を探しに藤野樹海に入り、新との対戦を望んだパンサーの通訳をしていました。英語ができるのか。対決を見届けた後もメモるなどして貴重な情報をまとめていたようです。さすがだな。夏合宿終盤では桜庭の急激な成長に待った甲斐があったと嬉しそうにしていました。しかし納得のいっていない桜庭をなだめたり、気を使って言葉をかけていましたが、自暴自棄になり暴言を吐いた桜庭に対して激怒しを出してしまっていました。ふむ、これはなんとも。普段温厚な高見には考えられない行動だったためあのシーンですら驚愕していました。その後、黄金世代の先輩たちの説教を食らいさらに空気が悪くなっていきますが、将軍の今のホワイトナイツに対しての思いを聞くと、高見も自分の今の気持ちを打ち明けていきます。過去の怪我の影響で自分で戦える武器を探し、盆栽の自分が一流の戦士たちと戦うため、
長所を生かすことのできる相棒となる桜庭を長年待ち続けていたことを嬉しそうに語っていました。互いの気持ちにすれ違いがあったためあんな騒動になってしまったんだね。集団脱走した事件の時も高見は桜庭のことを一番に心配しており、戻ってきた時にはほっとしている姿が見受けられました。その後高見は桜庭がジャリプロを辞めたことを聞き驚いており、そして日本一高い場所である富士山の頂上で、日本一高いパスで桜庭と共に一流の天才たちに勝つと誓い合っていました。ここで互いの気持ちが通じ合ったんだね。いいシーンだな。その後は秋大会までに桜庭と夜遅くまで猛特訓を続けており、超高層パスのエベレストパスを習得。秋大会の初戦ではこのエベレストパスを披露し、春大会で苦戦していた三角パンクスを相手に、次々とパスを決め勝利していました。高見は桜庭という最高の相棒を得たことで、次々と試合に勝利し駒を進め、試合中も予想外の事態となっても揺らぐことなく、赤羽不在の格下のバンドにもわざと失点を許し、時間を使わせる冷静さで、チームを優勝へと導いていました。桜庭が東京ベストイレブンに入った際には、嬉しそうに眺めていました。そして王城大シルバーナイツとの黄金世代の先輩たちとの練習試合では、新生王城ホワイトナイツとしての格の違いを見せつけるため、バリスタを駆使して黄金世代の先輩たちに勝利を収めていました。先輩たち面食らっただろうな。学園祭のクイズ大会では、突如として現れた昼間に、バリスタの詳細を聞かれても一切ブレないメンタルを見せていました。しかし、真の計らいによりバリスタの詳細を明かすことになりますが、バリスタの詳細を全て語る際には、創立史上最強の王城であるということを自信満々に語っていました。関東大会では、2回戦でデイモンデビルバッツと再戦。各自因縁の相手とマッチアップする中、高見は昼間と互角の頭脳戦を繰り広げることになります。桜庭とのエベレストパスでモンタを苦しめ、バリスタを使用する際には、昼間のお株を奪うようなプレイ予告をしており、相手に揺さぶりをかけていきます。この行動であの昼間ですら混乱してしまうほど効果があったようです。昼間との心理戦か、熱いな。そして予告を続け自らボールを持ってランに出るなどの作戦を加え、正確なパスで桜庭にしか取れない、フィールド外へパスを投げ込み奇策を成功させていました。その後も昼間との心理戦は続き、試合を有利に進めていきますが、絶好のエベレストパスのチャンスという場面でモンタからオカンを感じた高見は猫山にパスを切り替えていました。とっさの判断力もエグいんだな。前半終了後、ハーフタイムで謎のオカンを解明するためにビデオを何度も見直し、壮絶なレシーバー戦になることを予想し、桜庭に腹をくくらせて試合を望むように指示をしていました。後半では、デビルバッツのバレバレの姿勢を放置してプレイを続ける昼間に疑問を抱いていましたが、前半と同様またモンタにオカンを感じてしまいます。しかし今回はエベレストパスの高さを信じパスを投げていましたが、モンタの驚異的な粘りにより阻止されてしまい、この後モンタのパスに苦しめられていきますが、サジタリウスにより状況を一変し二人目のエースとなった桜庭を見て嬉しそうにしていました。待ちに待ったこの日、嬉しいだろうな。しかし昼間の奇策にはまり芯が何とかして止めたものの、ゴールラインギリギリとなった際には、昼間との最大の心理戦を繰り広げ、サジタリウスをさせないように誘導していたことを見抜いていた高見は、サジタリウスで挑むことを決め、勝負に出た奇策まみれのこの二人の対決の行方は、モンタにパスの土台となる高見の足をキャッチされてしまったため、セーフティーを奪われ敗北していました。その後は大田原の助けを借りランで必死に食らいつくなどの活躍を見せていきます。しかしその後もこの二人の心理戦は続き、結果的にチームは敗北してしまいましたが、高見はすぐさまチームを率いる者として最後まで冷静に騎乗にし、真に新キャプテンを託していました。切り替えが早い。本当にメンタルが強いな。しかし、トイレでは6年間のここまでを振り返り、夢破れ、すべてが終わったことに涙を流していました。なるほど。やっぱり悔しいよね。この姿は昼間によって誰にも見られることはありませんでした。さすがだな昼間は。その後は初詣にてデイモンのセナたちと出会います。足を怪我したこともあり、外科医を志望して医大を希望していることをセナたちに話していました。将来のことを考えたことがなかったセナたちは格好いいと高見に言っていましたが、クリスマスボール優勝の夢を叶えたセナたちの方が格好いいと語っていました。どっちも格好良すぎるわ。
高見の過ごしてきた高校アメフト生活は二度と戻りはしない思い出と切り替わり、セナとまたいつか王城メンバーとデイモンメンバーで戦うことを約束していました。そしてセナやシンの計らいによりトライアウトが開催され、自分の能力的に厳しいことは理解していましたが、もう一度夢を見るためこのトライアウトを受けに現れます。自分が足が悪いのを言い訳にして生きていくのが嫌という感情や、自分の背の高さが活かせる場面がきっとあるはずという思いから、どんなことをしてでもチームに入ろうと必死に取り組んでいましたが、トライアウトは惜しくも落ちてしまいました。落ちてしまったのか。世界でも頑張って欲しかったけどな。しかしアボンの策略により補欠チームとして世界大会に出場する機会が訪れます。最初からアボンの策略を見抜いてはいましたが、大会に出場するためにあえてそれに乗っていました。なるほど。そして、1回戦のロシア戦で出場することになり、チームをまとめ上げ自らもタッチダウンを奪うなどの活躍を見せ見事勝利、アボンの花を明かしリベンジに成功していました。補欠チームで勝ってしまったのか。決勝のアメリカ戦では、高さのいるショートパスが必要な場面で出場する機会があり、キッドからボールを手渡され、昼間に死んでも決めやがれと釜をかけられていました。ここでも統率力を高めてチームの士気を上げていきます。そして高見のアメフトラストのプレイでは、いつも桜庭のことを気にかけてずっと見てきた高見は、死ぬ気になるのが遅すぎたという桜庭の思いを察し、桜庭の思い悩んでいる後悔を払拭させるために、人に遅すぎるなんてないんだという励ましの言葉をかけ、さらには、このラストプレイで桜庭の後悔の全てを吹き飛ばすような勇気を与えるツインタワーアローを放ち、このパスに導かれた桜庭は見事にペンタグラムの一人、タタンカに勝利し、高さが世界で通用することを証明してみせていました。最後にこの活躍はやばいな。あの時の二人で加藤一流の天才たちにが現実のものとなったな。王城高校卒業後は、希望通り修英医大に進学しており、弱体化が目立っていた古豪であったアメフト部のようでしたが、高見と雪光らによる頭脳プレイ導入で復活ののろしを上げていました。以上になります。いかがでしたでしょうか。交通事故で負った怪我で夢半ばで諦めることを余儀なくされても、自分の能力を生かすために相棒を探し続け、夢を諦めずに続けてきた6年間、そのために努力をひたむきに続け、正確なパスや作戦、頭脳面を伸ばし、レギュラーを勝ち取り準備を整え、そして待ちに待った桜庭の成長はこの上なく嬉しかっただろうな。桜庭を殴った理由も頷ける。デイモンに負けた後もすぐさま引き継ぎを行い、チームの結束には誰か一人は冷静でいて、騎乗でなくてはならないという他人にぶれない姿を見せた後のあの涙は感動したな。昼間の気遣いで他人に見られることはなかったけど、もしデイモンと王城の勝ち負けが逆だったとしても、高見なら昼間に同じことをしそうですね。それだけお互いのことを知り尽くしてるって、敵ではあったけど素敵な関係だな。そしてワールドカップでの桜庭の心情を察してのあの発言、人に遅すぎるなんてないんだ、証明してみせる。お前が遅すぎたと思っている後悔のすべては、このワンプレイに繋がってるってことを。あまりにも名言すぎる。最後の高見のプレイは株を大幅に上げるプレイだったわ。てか泣きそうだわ。高見の魅力を爆上げさせる発言だったね。私もこの発言により高見がより一層好きになりました。それにしても高見にこんな場を設ける作者に脱帽だわ。トライアウト落ちてもアボンの策略で補欠に入り、アメフトという競技で高さが必要な場面を作り、桜庭の後悔を吹き飛ばす役目を与えるとは。シチュエーション作りがどれも素晴らしいよね。流れが完璧すぎて逆に言葉が出ない。最後になんて役割与えてんだ。どうしても王城メンバーは深夜桜庭に目が行きがちではありますが、今回で高見というこのキャラクターの役割がとても重要なことであったか分かったと思います。高見の最後の桜庭に対してのこの一連の流れや、名言など個人的にかなり好きな場面です。王城にとって特に桜庭にとってはかけがえのない存在で、将軍が信頼していたのも頷けるわ。大学で桜庭と離れた高見の活躍も気になるところだ。高見はクリスマスボールという夢は叶えることはできませんでしたが、知恵を絞り自分にやれることをやって様々な目標を達成してきた姿は本当にかっこよかったですね。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。